ナザリオサウロは、イタリア海軍のサウロ級潜水艦一番艦で、サウロ級第1シリーズに分類される。艦名は、第一次世界大戦期に活躍した潜水艦艦長ナザリオサウロに由来する。ナザリオサウロは、イタルカンティエリモンファルコーネ造船所で建造され1974年6月27日に、寄港、1976年10月1日に、浸水。 1980年2月12日に収益する。1990年代前半期に近代化改修工事を受け、電池、補機の一部更新と居住区の改良が行われた。2002年5月1日に退役する。2009年9月18日に引き船に引かれ、ジェノバ急行へ向かう。9月26日に到着し、ガラータ海の博物館の岸壁に係留される。 最終的には、レオナルド・ダ・ヴィンチ、記念国立科学技術博物館において2010年、春頃に一般公開展示の予定。カリトミュー・ツヨ・デルメア、イタベン・ベニューとサマージブル・ナザリオ・サウロ、2009年9月26日。ありがとうございます。